やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと、今日は、カバダス秘術についてのお話なんですけれども、最近ご相談とかご質問いただいて、この場合どうなるのっていうね、発達障害とか精神疾患とか、あとなんとかパーソナリティ障害とか、そういうのがある場合、カバダス秘術の特性ってどうなるのかしら、生きるのかしらみたいなところについてお話ししようと思います。ちょっと繊細な話題ですね。はい、基本的に1日2本動画アップしています。ぜひチャンネル登録と通知をお願いします。ツイッターでは個人鑑定の受付状況ですとか、あの日々の何かつぶやいております。ぜひフォローお願いします。はい、私日々、個人鑑定を行っておりますが、個人鑑定の方が本当は生きがいなんですよ。この動画発信するより、それより個人鑑定するのは本当もう私の本当なんだろう、今生きてる意味は個人鑑定に集約されてるみたいな感じなんですけれども、お子さんのね発達障害のご相談とか、ご本人様の発達障害のご相談とかかなり多いです。で、私自身は発達障害は自分は持ってないんだけれど、周りに結構いたっていうので、ちょっとだけ詳しいです。勉強とかしたりして。で、精神疾患、この辺、うつとかパニック障害は私自身になってたのでわかります。で、そう、その関係で、この、うつとかで、すっごい長期入院、精神科に何回かしたので、この統合失調症とか、このパーソナリティ障害みたいな人を、入院先で同じ部屋でよく見てたみたいな経験もあって、で、そういうところから経験からちょっとお話ししますね。まず結論から言うと、発達障害を持ってる方、まあでも発達障害もこれね、なんだろう、色がこうグラデーションになってるものですよね。だから強い弱いがあるので何とも言えないんですけれども、まあ強めの発達障害がある場合、カバダ、黒だとわかんない。強めの場合、発達障害がね。カバダス秘術は、に出る性格みたいなのは0から 20% とかで、発達障害による特性みたいな。発達障害の特性。そうね。こう、それぞれいろいろ種類ありますけれど、特性がもう80から 100% ガンって表に出ちゃう。っていう感じですね。うん。経験上見ていると。例えば、ASD。ASD は自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群、後半性発達障害の場合、例えば ASD の人、こだわりが強いとか、感覚に対して敏感もしくは鈍感とか、あと、なんかね、芸術的な才能とか、なんかすごい集中力があって、それが芸術的才能につながるとか、まあ本当、ASD も本当になんかいろんな種類があって、なんとも言えないんですけれど、例えば、私は5です。だから5だから自由と変化を愛しますっていう人が ASD で、こだわり一つのことにすっごいこだわっちゃって、もう変化とか嫌いで毎日のルーティンワークがないとダメなんです、変化なんて大嫌いですみたいな感じになっちゃう。だからたとえ5を持っていても ASD だったらもう4みたいになっちゃうみたいなね。4なんか4の人が ASD みたいな説明になっちゃって、これ難しいね伝わるといいな、ちゃんと。だから例えば5の人が、5って変化と自由が好きでしょ。でも、もし5の人が ASD になったら、その5の変化と自由を愛するみたいなのは書き消されるかもよ、みたいな。だから、こっちの特性の方が強く出ちゃうかもよ、みたいな。で、ね、ADHD は逆っていうか、多動とかね、不注意、衝動性みたいな感じで、逆に今度は4のね、コツコツ何かを毎日コツコツ事務作業が大好きなんですみたいなはずの4の人が、本来カバダス秘術だとそういうザ日本のサラリーマンみたいな、コツコツ何か毎日同じことを繰り返します、繰り返すものが得意ですみたいな人が ADHD だと、そういうのは全く得意じゃなかったりね、逆にそういうことできないんですけど、私4なんだけどなんでみたいなのが起こったり、まあ、あとはこの辺、学習障害、学習障害ね、学習障害と
発達性協調運動障害。ここでは DCD はまあ不器用さんみたいな感じだよね。で、こっちは学習障害。この辺は、まあそんなに性格みたいなところは強く現れないかなとは思うんだけど、でもこの辺も、この ASD とか ADHD をこうグレーに持ってたりね、うっすら持ってたりする可能性があるので、やっぱ発達障害、一つだけっていうのもまあありますけれど、何個か複数兼ねて持ってる、特性として持ってるっていう人も多いので、隠れて持ってるっていう方も多いので、このあたりも、これはこうね、ASD と ADHD は完全に強いとこう、発達障害の特性強く出ちゃうけど、まあ、こっちもなんか ASD とか ADHD とか持ってたり、グレーだったり、するとなんかカバダの性質が弱まるかもねっていう感じです。うん、はい。で、精神疾患、この辺もねかなり繊細な話題なんですけれど、例えばね、私本質が8だけど、うつとかパニック発作とか出た時、そういう病気がガンって前面に出てる時って、蜂ってパワフルなイメージじゃない？駆け抜ける戦士じゃない？鬱になったら駆け抜けることすらできないじゃん。もう、ね、寝てるしかできないみたいな、もうこの世は地獄だみたいな、布団から出たくないみたいな感じで、もう何のやる気もないでしょ？だから、この辺も、そうね。性質は、カバラの性質は、この病状が強く出てる時は、もうとにかくやる気なしみたいになっちゃうよ。だから、うん、カバラ数秘術がいくら強い数字でも、ほぼ関係なくな、書き消されるかな、みたいな感じはする。統合失調はまた微妙な、複雑な、病状なので、そうね、統合失調症もなんかさ、いろいろな症状が出たりするじゃない。ね、私もなんか入院先とかで、いろんな統合失調症の方となんか仲良くなったりしたけど、なんか昨日と今日でもう別人みたいな感じ、ね、数時間でなんか別人とかになっちゃってるような時もあるし、落ち込んでる時もあるし、明るい時は普通、すっごい普通だし、みたいな、なんか、こう、取り留めがない感じなので、その視聴者の方もあんまりカバダス秘術も関係なくなるのかなって思ったり。でも完全にはなくならないかな。まるまるパーソナリティ障害みたいな、どんどん繊細な話題になっていって、ちょっと、話しづらいんですけれども、そうね、人格障害みたいに、言われるやつ、もうこの辺も、そうだな、もうね、カバラス秘術っていうより、この辺の特徴、まあこれ、それぞれいろんな種類があって、一概に言えないんですけれども、とっても難しい問題なんですけれども、こっちの性質が、ね、この病気というか障害というか、この性質がガンって出ちゃって、カバダス秘術あんまり関係なくなるかなっていう感じがします。なので、発達障害、精神疾患、パーソナリティ障害とか、こういうのがある場合、カバダス秘術があんま関係なくなっちゃうんですね。で、カバダス秘術って、たかがというか、1から9と11、22、33の12個しかないじゃないですか。12個だけで、この辺までカバーできないんですよ。で、ちょっと不勉強で申し訳ないんですけれど、西洋占星術とか細かく見れる先生とかだと、精神疾患が出やすいですよとか、発達障害になりやすいですよとか、見れる先生も、もしかしたらいるのかな、世の中いるかもしれないけれど、カバダス秘術はざっくり気楽に、ね、初心者でも簡単にこう性格が分かりやすいみたいな、そういう戦術でございますので、細かい、この辺がちょっとカバーできないみたいなところが悪い点というか、弱点でございますが、そういうものである、そういうものだから、こういうね、発達障害と感がある場合は、カバダス秘術あんま当てにならないものであるっていうのをちょっと覚えておいてください。ちょうど昨日コメントのご質問であったんですね。私のカバダス秘術は〇〇です。その前に、発達障害を持っている。でもカバダス秘術は〇〇です。で、この数字の特徴はって聞かれたんですけれど、その数字の特徴を聞かれても多分、発達障害が強いと、そっちの性質のとかが強く出るし、適色とか、
ね、合ってる仕事とか対処方法とかも、その発達障害の方を大事にしてくださいっていうことですね。もうカバダス秘術の特性は本当後ろに隠れちゃって、うん、消えちゃうくらいなので、はい、という玉木からのお願いでした。繊細なお話。あとこれも話しとこうね。カバダス秘術は性格の良し悪しみたいなのは全く関係ないです。例えばなんか今までさ、過去に私3の方に3ばっかりディスってって言われたり、11ばっかディスってって、なんかそうね、7も言われたことがあるし特定の数字をディスってますみたいな苦情が何回かあって、ディスってるわけではないんです。で、なんだろう、このね、数字あるじゃない、それぞれの数字で、その性格だから性格が悪いとか、この性格だから、あ、じゃあこの数字だから性格がすごいとか、それは関係ないんですよ。性格の善良さとかね、な、人の良さとか、僕は悪意があるとか、この数字はすごい悪意を持った数字だとか、そういうものは一切ないので、うん、そういう、それも覚えておいてください。性格の良し悪しは一切関係のない戦術でございます。はい。ということで、今日はこのくらいにして、うん。お子さんがね、発達障害で、子供の発達障害でとかね、ご家族、ご自身が大人の発達障害で、だけどカバダス秘術見るとどうも合わないわね、みたいな場合は、うん、そちらの特性が強く出ているので、そちらの生き方というか、そっちの特性を大事にした、うん、生き方をどうか大事にしてくださいっていうことでした。はい。ということで、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなので、軍の人の勝ちだよ。じゃあね。さよなら。